勉強してもなんかうまくいかん。はいどうも、弱小サドラーのタダです。今日はですね、知ってるだけで得をするリサーチに使えるミニテクニック7選ということでお話ししていくと思います。皆さん、世の中には知ってるだけで得をするような知識であったりとか情報っていうのがね、もう山のようにあるわけなんですけど、例えばですね、朝の通勤時とか、満員電車の中で揺られてるけど、次の駅で降りる人をあらかじめ把握しておいたら、その人の前に立っておけば、次の駅その人降りるので、次僕が座ることができるみたいな感じで、もうこのね、ちっちゃい情報なんですか、次の駅誰が降りるかってちっちゃい情報ですけど、それでね、他の人よりも圧倒的に有利なね、状況に立てるっていうね、そういったことがね、結構あるわけなんですよ。で、これ背取りでも全く同じで、もうほんとちっちゃい細かい情報っていうのが、もう後々ね、莫大な利益をね、生み出したりするわけなんですね。なので、今回の動画では、まあ、リサーチに関わる、こういった小さい細かい情報とか知識っていうのを、皆さんにこの動画でお伝えしていこうと思いますので、今ですね、あまり商品リサーチがうまくいってなくて、なかなか利益取れないっていうような方は、ぜひこの動画、最後まで見ていただけたらなと思います。本当ですね、この見た後すぐに使えるような情報とか知識をね、皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。それでは、本題の方入っていきましょう。というわけで、リサーチに使える、ミニテクニック、まず1つ目、1つ目はこちら、 Google ショッピングということで、これは何なのかっていうと、例えば商品をね、検索するときに、Google のね、検索窓に、まあ、商品の名前をね、打ち込むわけなんですけど、打ち込んだら検索の結果が出るわけじゃないですか。例えばヨドバシカメラとかね、アミアミとかね、ヤフーショッピングとかいろいろ出てくるんですけど、それでですね、そのタブをですね、ちょっと切り替えていただいて、ショッピングっていうタブがあるんですよ。こんな感じで、あるんですけど、こちらをね、クリックしていただいたら、こんな感じで、Google ショッピングっていうのをね、開くことができるんですよ。で、ここを見ると、今その商品の在庫が残ってる店っていうのを、こんな感じで一覧で出してくれてるわけなんですよ。で、これ非常に便利で、この店舗残ってないからあるかないかなっていうふうに検索するじゃなくて、ここ見るだけで、まずある程度、どういった店舗にね、在庫が残ってるのかっていうのを一覧で見ることができるわけなんですね。で、意外とですね、こういうところでですね、自分が知らないような店とかが見つかったりするんですよ。なんだこの店みたいな、まあ、そういったね、知らないような店っていうのは結構穴場店舗である可能性が結構高いんですね。自分も知らないというか、他の人も知らない可能性が高いわけですよ。なので、そういったね、店舗はしっかりとリサーチして、その店舗の中だけでもリサーチすると、結構利益商品とか見つかってきたりしますので、こんな感じでまずこの Google ショッピングっていうところをちょっと活用していただければ、どこに在庫がね、残ってるかのね、時短にもつながるし、自分の知らない店も見つかるしっていうところで結構使えるようなところになってますので、ぜひこの Google ショッピングっていうのを使っていただけたらなと思います。っていう感じで、まあ、とっておきノウハウみたいな、そんなんではないんですけど、まあ、こんな感じで、ね、ちょっと使えるような情報みたいなね、この動画で、ね、お伝えしていこうと思います。はい。で、次2つ目ですね。2つ目は、発売日カレンダーということで、まず大前提として覚えていただきたいのは、商品の発売日っていうのは激アツの日です。どういうことかっていうと、商品の発売日って結構需要が集中する日だったりするんですよ。店とかがこの日にこれ発売しますとか、メーカーのね、告知 CM とかしたりして、この商品この日に発売しますとかですね、告知をしてくるんで、結構ですね、商品の発売日っていうのは需要が爆増して、商品の価格がね、プレミアになってくるっていうことがね、結構あるんですけど、でもですね、やっぱね、なんかちょっと遅れてしまって、発売日から1週間後にね、仕入れに行こう、よし、このプレミアになってる仕入れに行こうと思っても、もう店舗になかったりするんですね。なので、今回紹介するこの、発売日カレンダーっていうのを、使うことで、これはですね、メーカーがですね、商品の発売日っていうのをね、一覧に出してくれてるんですよ。3月1日はこれ発売日で、3月10日はこれが発売されますよみたいな感じで、カレンダー形式で載っけてくれてるページがありますので、ここを見ることで、あらかじめどんな商品が、今月発売するのか、何日に発売するのかっていうところを、把握できるっていうのね、形になってますので、ここを駆使することで結構利益取れるようになってきますので、ぜひこの発売日カレンダーっていうのをね、駆使していただけたらなと思います。で、次3つ目。3つ目は ASIN コード、ジャンコードということで、これはですね、ミニ情報なんですけど、知識というか、ミニ情報なんですけど、で、この ASIN コードっていうのは、B から始まる、10桁の、数字になってまして、これは、Amazon 内で商品に割り振られている、Amazon 内だけの番号っていうか、形になります。で、ジャンコードっていうのは、全国で決められている、4から始まる13桁の、番号っていうような形になっています。で、これを知っておくと何がいいのかっていうと、例えばちょっとね、背取りやってくると1回は経験したことあるんですけど、
なんかの商品のこのバーコードをね、スマホで読み取ろうと思っても、なんかバーコードがなんかちょっと汚れてて読み取れないみたいな。アマゾンセラーセントラルが読み取れねえよみたいなね。そんなこと一回はね、なったことあると思うんですけど、その際ですね、アマゾンのページに飛んでですね、この説明っていうね、商品の説明欄を見たら、こんな感じで ASIN コードっていうのが載ってるわけなんですよ。で、その ASIN コードをコピーしてもらって、アマゾンセラーの商品検索のところに、コピペしてもらったら、その商品が出てくるわけなんですね。これ名前で売ってもあんま出てこないんですよ。アマゾンセラーセントラルってトランスフォーマーの、この商品の名前を売っても出てこなかったりするんですね。なのでこの ASIN コードっていうのを使うことで、結構ね、すんなりね、アマゾンセラーセントラルでね、表示させることができますので、そういったところで結構使えますよっていうような形になります。で、その商品のジャンコードを同じく検索のところに売っても、出てくるんですけど、ただこのジャンコードは、アマゾンの商品ページに載ってなかったりするので、だからね、商品検索するときちょっと向いてないんですけど、はい。っていうような、まあ、違いがあるっていうような、お話になります。まあ、ほんとね、ミニ情報なんですけど、はい、ぜひね、活用していただけたらなと思います。で、次、4つ目。カート喪失商品ということで、これはですね、まあ、以前ね、若干ここのね、この動画で、ご紹介させていただいたんですけど、これ商品2つ並べてるんですけど、右側の方は、なんか Amazon の価格が、表示されているわけなんですね。これは普通のページですよね。Amazon の価格の表示がされていると。で、これ左の方は、そんな価格が表示されていないんですよ、はい、これがカート喪失商品っていうもので、要するに Amazon にはカートボックスシステムっていうのがあるんですけど、まあ、詳しくね、こちらの、動画を見ていただきたいんですけど、そのカートボックスがなくなっているような商品っていうふうな、ものはですね、結構な確率でプレミア商品なことが多いんですね。なので、こういったね、カート、要するにこの価格が表示されていないようなものっていうのを、目安に、商品のリサーチしていただくと、結構利益商品、プレミア商品っていうのが発見できるように、なってきますので、ぜひですね、商品リサーチする際は、いちいち定価調べて結構めんどくさいなって思われる方は、一度ここのカートが存在するかしないかっていうところで、一度、リサーチしていただけたらいいかなと思います。ちなみになんですけど、今ポケモンカード映ってるんで、まあ、ついででね、言うんですけど、僕はポケモンカード始めようと思ってます。はい、背取りとしてじゃなくてプレイヤーとしてポケモンカード始めようと思ってます。はい、だからもうね、明日すぐにね、デッキ買いに行こうかなっていうふうに思ってるんですけど、なんか僕ね、一つやりたいってなったらもうね、我慢できないんですよね。もうすぐやりたいんで、はい、だからね、多分ね、会社員向いてなかったっていうのは結構あるんですけど、はい、なので、まあ、明日ね、すぐね、買いに行こうと思ってます。はい、ということで、まだね、もうどうでもいいことはちょっと置いといて、次ですね、次5つ目、細かいアマゾンランキングということで、これは何なのかっていうと、僕のこちらの、動画のシリーズで、セドリサっていうシリーズがあるんですけど、これはね、僕のセドラーがね、リサーチするだけの動画っていうね、リサーチの、動画のシリーズになってるんですけど、まあ気になる方はね、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、こちらでですね、まあ基本アマゾンランキングからリサーチしますよってことをね、結構お伝えさせていただいてるんですけど、まあね、おもちゃのアマゾンランキングゲームのアマゾンランキングとか、要するにアマゾンランキングって、アマゾンの売れ筋ランキングで100位以内のものをピックアップしているので、もう要するにめちゃくちゃ高回転な、商品なんですね。だからそこを見ることによって、回転率のいい利益商品見つけられますよっていうところをね、リサーチ動画として出してるんですけど、これ実はですね、もっとね、細かいアマゾンランキングっていうのも見ることができます。例えばこれ画像のものが、ホビーの、Amazon ランキングなんですけど、ホビーの Amazon ランキングのこの赤枠のところを見ると、プラモデルって書いてあったり、フィギュアって書いてあったり、あとラジコンって書いてあったりとか、鉄道模型って書いてあったりとかっていう感じで、様々なジャンルを、なんか記載されてるわけなんですけど、ここをクリックすると、ラジコンのカテゴリーの中の Amazon ランキング100位までとか、なんかフィギュアの、中のアマゾンランキング100位までみたいな感じで、細かいアマゾンランキングっていうのを見ていくことができるんですね。だからここを見ることで、結構ジャンルを絞って、リサーチ、できますし、結構ここまで細かく見てる人少ないので、かなり穴場商品が残ってたりするわけなんですよ。誰も気づいてなくて自分だけが知ってるようなお宝商品ですね。まあ、そういう商品がめちゃくちゃ激アツになってくるんですけど、っていうような感じで、こういった細かいアマゾンランキングっていうのも実は、見ることができますので、ぜひですね、こういう商品リサーチする際は、こういう細かいランキングっていうのも、見ていただけたらいいかなと思います。
で次6つ目、6つ目は、価格 .com ということで、まあ、これ1つ目はね、あの Google ショッピングと若干被るんですけど、これ価格 .com であの商品を調べることで、その商品の最安値ショップから順に、商品のね、あのサイト並べてくれてたりするんですね。かつすごい見やすいことに送料とかもね、全部一覧で、書いてくれてたりとかっていうところで、結構商品を検索する際にめちゃくちゃ便利な情報をね、全部まとめてくれてるようなサイトになってますので、この価格 .com はね、結構ね、あの僕自身もかなり、ね、使うサイトになってますので、ぜひこれ皆さんね、活用していただけたらいいかなと思います。でこれまた最初の時と同じように自分が知らないようなショップとかもいっぱい出てきますので、その際はきっちりそのサイトについてまた調べるっていうような形で、どんどん深掘りをね、していただけたらいいかなと思います。で次7つ目、7つ目は、こちらネット通販まとめということで、これさっきもちらっと言ったんですけど、要するに電脳セドリとかね、なんか商品リサーチしようと思ったら、自分が知らない店舗っていうのを、結構積極的にリサーチしていく、必要が出てくるわけなんですよ。要するに自分が知っているってことは他の人も、知ってる可能性が高い。例えばよっぽどもう結構セドリ歴も長くてだいぶね、あの利益も取れてきて、自分だけが知ってる、店舗も結構多いよっていうような方はそうじゃないんですけど、まだ結構あのセドリ初心者といいます、まだやり始めてばっかりっていう方が、知っているような店舗は結構皆さん知っている、場合が結構あるわけなんですよね。だから誰も知らないような店舗っていうのを見つけていくのが結構重要になってきますので、でそれを見つけようと思ったらこういったね、ネット通販まとめの、サイトっていうところを結構ね、使用していただくのがいいかなと思います。っていうのもですね、やっぱりですね、自分が一つ一つね、あの商品検索して、この店舗は知ってる、いや、こっち見たこと、昔なんか見たことあるなって、こんな感じでやったら、なかなかね、あの見つからないんですよ、自分が知らないような穴場店舗っていうのは。なので、こういったネット通販まとめっていうね、こういったサイトを使うことで、自分が全然知らないようなね、店とかに巡り合うことができますので、結構ですね、こういう、通販のまとめサイトとかは、ぜひ見ていただけたらいいかなと思います。なので僕もあの定期的にネット通販まとめとか見てですね、あ、この店舗全然知らない店舗でちょっとリサーチしてみようみたいな感じでやってますので、ぜひ皆さんもですね、同じような感じで、ネット通販まとめを見ていただいて、まあ、ネット通販業界でどういった店があるのかなっていうところを一度リサーチしていただけたらいいかなと思います。というわけでリサーチに使えるミニテクニック7選ということでお話しさせていただきました。まあ、本当ですね、セドリをやる上で、セドリで稼いでいく上で、一番重要なのはね、もう僕はもうここだと思ってます。小さな気づきの積み重ねなんですね。もうここがね、僕一番重要だと思ってます。僕もですね、最初セドリやり始めた頃とか、なかなか稼げなくてくすぶってた時はですね、あのなんかとっておきのノウハウとか、なんか最強ツールとか、なんかとんでもない裏技とかね、そういったとこばっかり追い求めてたんですよ。なんか世紀の大発見的なところばっかり探してて、それでなんかあのセドリで稼いでやるみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱそんなことではもうなかなか稼げないんですよ。でそういったノウハウ、とっておきのね、裏技とか、そんなことはないわけなんですね。全てはこういったちっちゃい気づき、商品を仕入れて販売していって、それで利益を取っていくっていうね、そこのね、手法だけはもう変わりませんから、そこに関しての、ちっちゃい気づき、さまざまなちっちゃい気づきっていうのが積み重なっていって、ある程度ね、やっぱ稼げてくるっていうような、感じになるわけなんですね。で僕最初はあの脱サラしたくてセドリ始めたんですね。もうなんとかもう仕事が嫌すぎて、僕も全然仕事ができなくて、もう仕事ミスしまくりの人生だったんですけど、もう本当仕事が嫌で嫌で仕方なかったんですよね。僕はもう本当上司とか、なんか取引先とかにもうずっと怒られ続けて、もう本当すいませんすいませんみたいなことずっと言ってて、もうそれがもう嫌で嫌で、ストレス的にも限界を迎えて、よし、脱サラしようと思って、セドリ始めたんですけど、だからもういち早く稼ぎたかったんで、だからこそ結構このノウハウとか、ツールとかに結構走ってたんですよ。やっぱりそんなことでは全く稼げなかったわけなんですね。でそこからちょっと思考を切り替えてですね、それこそ本当にあの商品知識であったりとか、なんかあの需要と供給っていうところをしっかりと読み解いていったりとかっていうね、一見利益とは直結しなさそうだけど、結構さまざまな、ね、気づきがあって、あ、これってこういう風だから利益取れてくるんだっていう、そういうね、ちっちゃい気づきを積み重ねていった結果、まあ、今こんな感じで結構脱サラもできて、ある程度ね、まあ、自由に暮らせているっていうような、形なわけなんですね。まあ別に僕は全然あの大金持ちでも何でもないし、はい、もう金が有り余るんですけど、そんなでも全くないんですけども、ただあの結構朝とかゆっくり起きたりとか、まあそういった結構まあ自由な生活っていうのも結構ね、送らさせてもらってるんで、だから本当ですね、皆さんも結構ある程度あのお金を稼ぎたいとかね、目標があってね、しっかり見せどりで稼いでいきたいっていうのあなたは、このノウハウとかね、ツールとかには走らずに、ちっちゃい気づきを積み重ねていくっていうところを、意識していただけたらいいかなと思います。それをやる上でもちろんわからないこととかね、疑問に思うことめちゃくちゃ出てくると思います。
例えば今回お話ししたこのリサーチのねちょっとした情報とかねあの知識のところを皆さんにお伝えさせていただいたんですけど、その中やっていく上でじゃあこれ取り入れようと思ってやってみたけどなんかここがわかんねえみたいな、それでなんかつまずいて、やめちゃうみたいなね、それ結構もったいないので、そういった壁とかわからないつまずいたポイントっていうのが出てきましたら、まあ、ぜひですね僕の、概要欄に貼ってあるあの公式の LINE アドからですねメッセージいただけたら全然あのその相談について、お答えしていきますので、ぜひねあの、まあ、今つまずいたとかね悩んでいるとか例えば利益の取り方わからないとかっていうような方は、ぜひですねこの公式、LINE アドの方にメッセージいただけたらなと思います。というわけでですね、こんな感じで、これからもですね、まあ、背取り初心者の方に向けた、動画っていうのを、撮っていこうと思いますので、これからも背取りについて勉強したいとか深く理解したいっていうような方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると期間限定今だけ無料で僕がやっている背取りのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でもたった半年で脱サラできた、その背取りに対する考え方戦略手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして友達追加していただき軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。